生まれてきただけで新しい考え方を手に入れないといけないのねでこれはヒーラー系でもヒーラー系じゃなくてもみんなに通じることはね仕事っていうのはさっき言ったんですけれども自分が市場に届けるサービスとスラッシュ商品 ね、このレベルによって自分の収入が変わってくるのね。業界でね、テレビ CM を30年編集している編集マンがテレビ CM を編集するか、ね、今大学卒業して1年目の子がテレビ動画の CM を編集するかっていうと、絶対その CM のレベルが絶対違うわけよ。で、その市場は、 そのレベルが高い方にもっとお金を流しますよね。当たり前ですよね。ね当たり前ですよね。それわかりますよね。じゃあ、どうやったら、その、もっとお金を、収入を上げるのかっていうことを考えると、自分のサービスまたは商品のレベルですよね。さっき言ったように、針のレベルが高い。動画の編集のレベルが高いっていう人の方がお金が入ってくるんですよ。当たり前、論理的ですよね。it's normal, right? じゃあ、どうやったら、 自分の経験、えっと、自分のスキルを上げるのか、自分が提供するサービス、商品を上げるのかっていうと、経験ですよね。どのぐらい針をやるのか、どのぐらいテレビ CM の編集を何十回、何千回編集するのか。ね。ね。一万時間の法則みたいな感じですよね。 1>, 1万時間は約10年間なんですけども同じことを10年間やっている方が1万時間やっている方がね10時間の人より絶対それそのクオリティが高いんですよねでここから好きなことを仕事にするとどうなるかっていうことなんですよ、ね、じゃあ好きなことで得意なことで自分がやりたいっていうもともと興味を持っていてこれ本当にやりたいんですっていうことをね プラス自分が働きたい環境、こういう場所でこういう人たちとこういうメンターとこういう周りの人とでこういうお客さんたちとこういうことをやりたいんだっていうのを事前に考えて実際にそれをやってね、そういう会社に入ってやっていくと何が起こるかっていうとリアルにこれが起こるんですよね。 もしそういう環境も選べることができたら、自分に新しいスキル、自分が知らないこと、マスターがアプレンティスに教えるみたいな感じで、スキルアップするためのスキルを先生みたいなメンターが教えてくれます。自分の上司が教えてくれます。だから自分で YouTube とかで見てたら、何時間、ひょっとしたら何ヶ月、ひょっとしたら何年間かかっていたスキルを、短ヶ月、ひょっとしたら何週間、何ヶ月の間で学ぶことができるんですよね。 ね、例えば僕が動画の編集を教えるときはもう指の動きから始めるんですよ、ね、でこれは本当に普通の編集をやっていたら3年ぐらい経ったらやっと身につけるスキルなんですけど僕が編集を教えるときはもうその指の動きだけからスタートするんですよねカラーとかろんなと考えないこれだけ学びなさいってでこのショートカットの指の動きを学べるとめちゃくちゃ早くしあの編集ができるようになるんですよこれは知っている人しか教えられないじゃんそのような形で学ぶことができるんですよね で、プラス何が起こるかっていうと、自分が学べるっていう環境にいると、自分をチャレンジ、自分を押してくれるっていう人も周りに増えてきたりするし、仕事が終わっても、仕事のことを考えるんですよね。仕事が終わって、例えば動画の編集にしましょう。動画の仕事、ね、編集の仕事が終わって、わあ、今日こういうこと学んだんだって言ってずっと考えてて、で、帰り道に YouTube でもっと見たり、 帰り道にもっとインスピレーションになることに入ったり、自分のお金、会社のお金じゃなくて、自分のお金でなんかコミュニティに入って何千円か、何万円か何千円かけて、新しいやり方を学んだり、新しいスローモーションのかけ方とか、色のコレクションとか、音のなんとかを学んだり、編集だったらね、しますよね。で、ひょっとしたら、週末も働かさせてくださいって言うかもしれないし、週末も自分のお金でもっと資格を取りに行ったりしますよね。だって、何だって好きだから、それやりたいんですよ。やってて幸せなことなんですよ。 で、これを続けると何が起こるかっていうと、自分の経験が猛スピードで上がっていくんですよ。猛スピードで上がっていくんですよね。時間がはい時間、時間とやっていることを掛け算すると、スキルに変わってくるんですよね。経験っていうのはスキルになるんですよ。で、スキルが高い方が自分の商品のレベルが高くなるので、お金、入ってくるお金が高くなってくるっていうのは当たり前ですよね。でも、 嫌いなことを仕事にしちゃうと何が起こるわかるマジもう本当に恐怖でサバイバルのため生き残るためって言ってもう本当に親が言っていることを素直に受け取ってね、その、なんて言うの自分超やりたくない会社で超やりたくない人たちと毎日仕事をしていて本当にネガティブな人たち でもう本当にマインドの恐怖の人たちで、俺は上司だからお前を叩いていいみたいな、社長だから怒鳴っていいとか、クライアントだからお前を頭下げろとか、名刺交換もできねえのかよ、お前本当に仕事できねえやつだなって言って、ミスをしたら上司がバン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 叩いてきて、もう泣いてもお前帰れみたいな、本当にひどい会社にいて、やりたくないことを仕事にしていると、どうなるかっていうと、仕事終わったら仕事のこと考えたくないよね。ね 例えば、それが同じ動画の編集で、動画の編集やりたくないんだけど、そういう場所に行っちゃって、ね、で、仕事終わって、お前仕事の、あなた仕事の、ね、動画の編集考えますだい動画の編集考えるだけで電話病気症みたいな、ね、動画編集病になるんだよね。上司のこと考えるだけで、うん、ううん、うん、ゲロが出るみたいな感じね、もうサザエさん病じゃないよね。 もうサザエさんの病はもう土曜日、金曜日の仕事が終わって一晩寝て次の日土曜日の朝11時半からお腹が痛いわけよ、月曜日のこと考えてるから上司から電話がかかってくるだけでぐーんてゲロが出くんで怖くて怖くてしょうがないで耐える、サバイバルがベース生き残るっていうことがベースになってるから断ることできないんだよねバリア立てることができないわけよ、そういう人はやめてくださいって言えないわけよこれけこだ、やめてくださいって言ったら死ぬって思ってるから、本当にそういう教育を受けてるからね。 で何が起こるかっていうと週末、自分のお金のもっと仕事について学ぶかって言ったら絶対しない。 まあ中にする人はいるかもしれないけどね。うん。でも普通の人はしないと思うんですよ。そういう恐怖を感じる。仕事を考えるだけで怖くなっちゃって、仕事に行きたくない。仕事のことを考えたくない。精神的に不安になって、仕事にフォーカスできない。仕事に行ってやらないといけないことがあるんだけど、怖くてしょうがない。どの次、次どこから怒鳴れるのかわかんない。もう超怖いクライアントで、で、仕事来たら断れることもできない。もう本当に人生辛いっていうこと。 で、お金の収入だけで考えてみると、そういう場所に行ったら自分のスキルが上がるまでに、好きなことで、大好きな環境でそれをやっている人と比べると、時間が全然違うでしょ大嫌いなところで、ね。本当にやりたくないことで、10年間かかってやっといけるっていうところ。そこで、マーケット一部一場と勝負してるわけでしょそこで勝負してるわけでしょ他のコンペティションいるんだよ競合相手いるんだよお客さんはあなたを選ぶと思う それかお客さんはなんであなたを選ぶの安売りしてるから周りにはもっと楽しくてもっとワクワクしてもっと得意で、ね、もっと短時間でスキルを学んで価値を上げている人がいるのにななんで嫌いいこととををやっている会社を選ぶと思うの、まあ、そういうことをやっているお客さんだったらそこの引き寄せの法則で嫌いなことをやっているお客さんは嫌いな人ことをやっている会社から物を買うよね。 逆に。うん。だからそれもあるよね。お互い辛いっていう感じで会社で働いている人たちはそういう取引があるかもしれないけど。ね。だから論理的にビジネス的に自分のキャリアを考えていくと、ね。自分が嫌いで嫌な人たちと一緒にやりたくないことをやっていると、自分がその一つの自分の商品、自分のサービスのレベルを上げるために必要になる経験っていうこと経験の時間が短くなっちゃうんだよね。 短くなっちゃうのよ。ね。だから、単、単、単純にお金の面だけでも考えていくと、自分が好きで自分に強みがあることをキャリアにした方が、絶対僕は普通の場合、正直言って98%の場合は、あの、いいと思う。ね。